ドクター・ディーノはフランスで生産された競争馬である。競争馬時代には2007年のマンノボーオ・ステークスや香港バーズ・オセースなど各国の競争で走った経歴を持つ。主戦騎手はオリビエ・ペリエが務め14戦で7勝した。2歳児の2004年に競争馬デビュー以降は自国のフランスで走り重賞競争などで抗争していたが、 重症競争の勝倉は5歳児の2006年に制したプロバンス大賞のみだった。6歳となった2007年は、この年初戦のガネ賞で3着となり、以降は海外遠征を繰り返し、遠征初戦の5月にシンガポール航空国際カップに出走し、勝ったシャドウゲート2着のコスモバルクに続く3着に入った。その後はアメリカ合衆国に渡り、 8月のアーリントンミリオンで3着となり、9月にはオリビエ・ペリエ騎乗でマンノウォーステークスを制し G1 競争初勝利を挙げた。以降ペリエが主戦騎士として騎乗し、イギリスのチャンピオンステークスで3着、12月には香港に渡って第14回香港バーズを制して G1 競争2勝目を挙げた。7歳となった2008年はドバイに遠征して、 ドバイシーマクラシックで3着となった後は、自国で走り、6月に、シャンティ大賞を制して、重賞競争を4勝目を挙げた。その後サンクルー大賞で3着、ドービル大賞で2着となった後は再び、海外遠征を行い、カナダに渡って10月に、カナディアン国際ステークスに、ランフランコデッドオリが初起場して出走したが5着、12月には2年連続で、 オンコンバーズに出走し、安城がペリエに戻って、同競争に連覇を達成した。8歳となった2009年は、前年と同じクドバイに遠征して、ドバイシーマクラシックに出走したが発着だった。レース後、県の損傷により競争馬を引退することとなり、予備登録を行い選出馬となっていた。天皇賞への出走は辞退した。その後、 フランスホリスジュメイニール牧場にて種ボバ入りすることになった。ありがとうございます。